はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。防衛省の大規模ワクチン接種の予約システムへの不正アクセス的なみたいなっぽいことについて防衛省が抗議したところ、これについて朝日新聞出版の方が異論反論オブジェクションを発表しました。こちらのアイラドットの記事への防衛省の申し入れに対する見解と題しまして、防衛省とシステム開発会社にもしもーしと問い合わせをしたものの、その明確な回答が得られなかったから不正アクセス予約してしまったよみたいなことが書かれております。そしてあくまで公益性を主張します。仮にその朝日新聞出版の主張をするところを信じるとしても、この防衛省のシステムの脆弱性が広く知れ渡ってから数日経っても、不正予約の手口をドドンと公開し拡散させた、独自誰でも何度でも予約可能ワクチン大規模接種東京センターの予約システムに重大な欠陥とあるこちらの記事、取り下げておりません。具体的な不正の手口そのままなんです。すると、いわゆるサイバーテロとまではいかなくとも、システムの混乱を目的としてるんじゃないかなということを汲み取ることができます。さらに100歩譲りまして、うっかり踏み込みすぎた記事を書いたとします。しかしならば防衛大臣が可能な限りの回収を発表した、その時点で具体的な手口についてはゴニョゴニョゴニョと書き換えることだってできたんです。そして本件においては、あの毎日新聞も公益性を掲げて反論をしております。しかしドアにガチャガチャってやって鍵がかかってない、この確認まではギリギリセーフだとしても、これでガチャと扉を開いて、そして中に入って中にあった予約券をゲットだぜとすると、これあくまで一般論ながら空き巣と言います。なお、いささか IT に詳しい者として、類似のケースではこれほとんどがアウトとなっております。ただし残念ながら、新型コロコロは新型というようにニュータイプなので初めてのことで、さらに大規模なワクチンの接種も日本社会で初めてのことです。弁護士の野村修也さんは読売テレビミヤネ屋にご出演なされた時、偽計業務妨害の可能性を指摘しておりますが、脆弱性を悪用したものであるならば不正アクセス禁止法に抵触します。ただし明確な判例はありません。だから岸信夫防衛大臣には、訴えてやるとお知らせに引きずり出して、そして白黒つけてほしいと願ってやみません。とはいえ、何でもかんでも訴えてやるというのが良いかというと、これはケースバイケースとなります。今回の朝日新聞出版と毎日新聞、ついでに言うと日経新聞というのは、公益性を盾に引き下がる気配を見つけることができません。もしかするとですよ、頭を下げるとたひってしまう病にかかっているんではないかという疑惑か。どこーん。一方の不正予約というものはワクチンに絡みますので、それはすなわち命の話です。だから私は裁判でしっかりと結論をつけてほしいと願っているんです。近頃、日本の劣化を嘆く声があります。それは思想の左右を問いません。しかし本当に日本は劣化してるんでしょうか。平成30年に発表された警察白書によりますと、平成14年をピークに人口あたりの犯罪認知件数というのはぐっと下がっております。それどころか平成29年度では戦後最少となっております。理由をざっくりとまとめると、建物自体が防犯仕様になったので、空き巣とかこういう侵入犯罪が防げるようになったとあります。それではなぜ劣化してるなんてね、嘆く人が増えているんでしょうか。その一つのヒントになるツイートを発見したので紹介します。日本共産党委員長 C. 和夫さんの令和3年5月16日のツイートです。在留期限が切れたというだけで何の犯罪も犯していないのに、裁判所も通さずに入管の裁量で外国人を収容施設に問答無用で追いやる、こうした全権収容主義こそ現行入管制度の非人道的な大問題です。改革案はこれを一層悪くするものです。だって今国会で見送りとなりました入管法の改正についてなんですが、だがちょっと待ってほしい。いや、在留期限が切れた時点で不法滞在となります。それそのものが犯罪なんです。法律事務所ホームワンさんのサイトによると、不法滞在は刑事処分として3年以下の懲役もしくは禁錮刑または300万円以下の罰金が課せられることがありますとあって、いわゆる強制送還もあると添えられております。会員期限が切れたらスポーツクラブを利用できないのと同じです。それぞれの事情はあるでしょうが、ルールはルールです。
ルールを守るというのが法治国家の大前提です。ところがこの大前提をひっくり返すかのツイートを同じく日本共産党所属の議員さんに見つけてしまいました。なんだか日本の劣化の正体が見えてきたような気がします。その議員さんとは日本共産党板橋区の区議さんで、竹内愛板橋区議のツイートにはこうあります。法に反しているから何ですか。大切なことなのでもう一度言います。法に反しているから何ですか。だってこれは不法滞在についてツイッター民に指摘されて答えたものがこの何ですかなんです。法律をチェックする国会議員と区議会議員の役割は多少違うとはいえ、そもそも議員という身分は法律や条例などによって定められております。その法律を軽んじるとは存在意義を否定白がこう言ってます。レーゾンデートル。なるほど、確かに共産主義は民主主義を否定しております。彼らのロジックによれば民主主義がより発展したのが共産主義とのこと。ただざっくりと言えば、現在の社会制度を否定して作り直して僕の考えた社会制度にするっていうのが共産主義の発想です。しかし共産主義というのはあのソビエトの壮大な社会実験が失敗したことで結論が出ております。とはいえ思想心情はご自由ですから、みんな違ってみんないいという話なんですが、我が日本国は法治国家です。法律をないがしろにする国会議員や区議会議員がいたのであれば、たとえそれが SNS 上での発言であっても盛大に批判されなければなりませんが、これを問題だとして報じたニュースやワイドショーは呆れ果てるほど見事なまでに泣けて泣けて泣けてのでした。こんなツイートも見つけました。著名ツイッター民の泉の神金貞さんのツイートです。貧困家庭の子供たちが無料でご飯が食べられる子供食堂を高給取りの NHK 職員を配偶者に、自身はコラムニストとして仕事しながら社民党の常任幹事をしている人が利用することに違和感、夕食の準備片付けしなくていいと大喜び、これって子供食堂の利用法として良いのだろうか。スナップショットを利用した引用ツイートで元のツイートにはこうあります。何より夕飯の準備片付けしなくていいから幸せ広まれだって。子供食堂の是非を脇によっこいしょと置けば、貧困世帯であったり、あるいはいろいろな家庭の事情で一人でね、もしもぐもぐもぐ食べるお子さんを救済するための立て付けだと私は理解しております。少なくとも夕飯の準備や片付けが嫌ならば、お手伝いさんは無理だとしてもテイクアウトとか今コンビニも結構おいしい食事を提供してくれています。そして調べてみれば、こちらの元のツイートをしている方の事実婚の相手は、あの皆様の NHK のアナウンサーさんでした。NHK 局員の平均年収は1100万円とされます。ご主人の年齢から見るともう少し少ないかなって感じはするんですが、それでも1000万円に近いと推定することができます。そしてこちらのご当人は社民党の常任幹事、ご主人は皆様の NHK の職員様、アナウンサーさんでございます。そんなお二人が子ども食堂を利用するのであれば、やはり日本の劣化が進んでいるという、これは確たる証拠、疑惑が白がこう言ってます。多分違う。はい、政治とマスコミです。そこにこそ大きな劣化があるのではないでしょうか。冒頭の朝日新聞出版、毎日新聞、日経新聞はワクチンの大規模接種の不正予約、不正アクセスの疑惑についてのことでした。そんなそもそも論でワクチンについて、令和3年5月17日のテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーにて、こんなことがあったと著名ツイッター民の MI2 さんがうまくまとめてくれていたので、そちらより紹介させていただきます。質問、コロコロ感染者もワクチン打った方が良いですか。これは視聴者からの質問です。それに対してあの白鴎大学教育学部教授先生様の専門家の先生が、当然コロナの抗体をお持ちですからワクチンの接種は必要はありません、だって。するとしばらくしてからアナウンサー、補足です、一度ニュータイプにかかった人はワクチンを打つ必要はないのではという発言がありましたが、 WHO は接種を推奨しています、だって。
つまり視聴者からの質問に、あの専門家の先生はワクチン打たなくて大丈夫ですよみたいなことをおっしゃったんですが、あの WHO はワクチンの接種を推奨しているんです。専門家の発言は9時22分にありまして、アナウンサーさんの訂正は9時51分に行われました。すると、あ、もう9時半だからねってトコトコトコってお散歩とか買い物に出かけた人は、いやいやだってあの専門家の先生がワクチン打たなくていいって言ったもんなんてね、誤解される可能性もとても高いんです。こうした状況証拠を重ねてみたときに、日本を劣化させているのはマスコミの皆さんではないかという疑惑がズドコー。念のため補足しておきますと、ウイルス学の一般論において、一度その病にかかると、人間の体の中に抗体など、その病と戦う力が身につくと考えられます。だから、小学校で勉強をやめちまったこの私のようなものが知る一般論として、先ほどの専門家の発言は必ずしも間違いとは言えないのですが、あの WHO というのは、いわゆる新型コロコロ、つまりはニュータイプなので、念のために可能な方はワクチンを打ってねと推奨しているということです。というよりも、これはテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーだけではありませんが、この1年以上ニュースやワイドショーはずっと再感染するかもしれません、このニュータイプは、と視聴者の皆様を怖いだろう、おっかないだろうと脅かし続けておりました。再感染するんだったら、ワクチンの接種は言わずもがなという話になります。それともニュースやワイドショーの皆さんは、いいんで別にそんなんで細かいことを気にしない、その場限りで怖いだろうおっかないだろうと視聴者の皆様を脅かして、ステイホームステイホーム、そして、ね、家にいてテレビだけ見てくれれば、テレビだけ見て視聴率上げ上げになってくれれば、俺たちテレビの側だけは上級国民がうっし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 っと、冗談はともかく、ニュースやワイドショーをかかとに体重を残して虚心坦懐見ていると、彼らの発言の整合性のなさ、つまりは嘘、嘘が目に余ります。その時知らなかったという結果的誤報だとしても、繰り返すんであればそれはもはや確信犯です。そもそも論でワクチンにしても、日本のワクチンの接種率が進まない、つまりはワクチン敗戦国だなんてね、ニュースやワイドショー、そして鍵括弧付きリベラルの人たちが大騒ぎをしております。だがちょっと待ってほしい。いや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 、日本はさざ波、さざ波です。もはや60万人の悲しみに接しようとしているアメリカや、13万人に近づいているイギリスとは違います。両者ともに人口比で日本に換算すると20万人の悲しみに触れているんです。だからワクチンが急がれるのは当然の話です。こうしてみたときに、日本の劣化なるものがあるんであれば、その正体はやはり政治とマスコミということになります。ただし、全否定と全肯定は思考停止になってしまいます。だからニュースやワイドショーで見つけた数少ない正しい情報についても触れておきます。それは令和3年5月17日の TBS の昼帯でのこと。番組の残された両親と一部ネット民に敬愛されるレギュラーコメンテーターの八代秀樹弁護士は、日本がさざ波かどうかはともかく、感染拡大国と比べた時に日本は抑え込めている状態です。そんな時にワクチン確保に積極的に動いていたら、世界中から日本はどのように見られていたでしょうか。はい、その通りです。八代秀樹弁護士、お見事。日本のマスコミの劣化は進んでいます。しかし、いくばっかの希望は残されているような気もする今日この頃でございます。はい、そして政治はチェンジすれば良いだけのことです。そのためにもみんなで情報を共有して頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言ってるメルマガ版、こちら動画版も配信しておりまして、かなり踏み込んだお話もしております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のため、フィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交、安倍晋三完全勝利説というものが出ながらに、モルゲッソよって答えたんで、モルゲッソよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、ヘニュー君すごい、犬君すごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と、番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みよちゃんじゃんけん、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、名古屋地方でチョキはピー、平和を愛するピースサイン。それでは本当のバイバイ。